教えよ、しばし。皆を隠したのはダッキなのか。少なくとも行方を知る可能性は高い。素直に話すかどうかは分からぬがな。ふっ、実の弟が行方不明という割に随分と落ち着いておるではないか。しばしは芝居殿の子ゆえ、案ずる気持ちが顔に出ぬだけであろう。して、ダッキはこの辺りにおるのか。バカめ、それを確かめに来たのではないか。必ずダッキを見つけ出し、奴の企みを暴いてくれるわ。わらわ大切な者たちは、みんなどこへ行ってしまったのだ。無事であればよいが。父上からは、お前はうるさいぐらい明るい娘と聞いていた。バカめ、暗い顔は似合わぬと言うておるのじゃ。励ましてくれるのか。ありがとうなのぜ。うむ、しょんぼりしていても皆は取り戻せぬのじゃ。まずはダッキを見つけねばならない。中央の広場にて怪しいものを発見。ただただ私からダッキであろうとのこと。あの女が簡単に姿を現すとは思えない。何か企んでいるのかもしれない。なんじゃない。ならばかかってやればよい。かれば何も始まらない。広場へ向かうのじゃ。私の出る。
ここに潜み、火の到来を待ちましょう。うまくいったようですね。では、バナにかかりに行きましょう。私の手だ。よくやったが、まだまだ小さい。バカな奴ら、貴様らすべてここで粉砕してくれる。バカどもを消してくれる。ふい、骨ごと噛み砕いてくれ。骨ごと噛み砕いてくれ。生態系を。あとは貴様らだ。こうもたやすく罠にはまるとはな。ふっ、命張るのか。鈴の観念のお出ましだぜ。足が出る。命がいらねえやつは、止めてかかってこい。私が出る。冷血諸君、我らが敵を引きつけよう。その隙にラッキーを探し出すのだ。もう先ほど任せましたよ。私たちは先に参りましょう。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。出番じゃない。私が出る。出番じゃない。私の出番。オラオラオラ、まだまだ暴れるぜ。私の出番。総攻撃をかけよう。引っかかってくれちゃったね。その戦ぶり手本といたします。私の出番。出番じゃない。私の
の手。どれ、我が輩が直々に相手をしてやる。足が出る。極まりだ。やろう、生きてやがってるか。私の手。無敵の体に挑もうてか。兵の健闘に免じて引くとしよう。命相も楽しみにしておる。この岩手は何かしら。あの男、様子がおかしかったような。将兵らの士気も高まりましょう。よき働きで。セイフセイフ。私が来ちゃうわ。私が守る。セイフセイフ。さすがのお働き。私が。剣を打つ何時にいてもマストに剣か無双の君は敵です。その戦ぶり手本といたします。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。私も正しいご活躍です。出番じゃない。足が出る。私の出番じゃない兵らの士気も高まりましょう。
緒にいた女性は誰だったのじゃ。彼女の名は玉物舞。かつて悪事を働き封じられた魔性です。封じられた存在がなぜあの場に。それに妙なものを持っていたようだが。その妙なものから凄まじい光が発せられた後、わしらの身に何が起こったというのじゃ。私たちにも確かなことはまだ。お役に立てず申し訳ございません。ならば仕方があるまい。周囲を探り様子を確かめるぞ。